ジャスティンは日本の競争馬。主な勝倉は2020年の東京スプリント、東京サカズキ、カペラステークス、突起事故なき場合、本節の出展はヤビスサーチに基づく。2016年3月18日、北海道日高町のアモウレージ牧場で誕生。一歳秋からは出生前後の母体、飼育管理も担当したムカワ町のエクアインレーシングで育成された。 立党、矢萩義人旧社に入級する。2018年10月8日、東京競馬場の新馬戦でデビューし、ダノンキングリーの4着、2戦目で初勝利を挙げる。2019年初戦、中京競馬場の500万下特別なずな賞で2着、ランス・オブ・プラーナを、花さを咲いて逃げ切り、2勝目を挙げる。続く、立花ステークス、青いステークスでは、 結果が出ず、2勝クラスの舞妓特別では競争除外となった。秋に入り、ダートに天候、3戦目のミオケンさん特別で3勝目を挙げる。坂井流星曰く、12月頃から馬がぐんと良くなって力をつけていましたと振り返っていたように、昇級戦のフェアウェルステークスでも2着に入り、2020年初戦の門松ステークスでレッドルゼルの追い込みを封じて4勝目。 オープン昇格初戦の大和ステークスではスタートで5手を踏み7着に敗れたが次戦の千葉ステークスでは控える競馬で2着を3馬進半突き放す解消でオープン初勝利を挙げる交流重賞挑戦となった東京スプリントではコパのキッキング山人アンプリ目に次ぐ3番人気に押され最内枠から花を切るとそのままゴールまで押し切り重賞初制覇を果たした 本場の重傷制覇は、父、オルフェーブルにとって、3区発のダート重傷制覇になっている。自走、先玉杯は一番人気で迎えるが5着。その後、休養し、東京坂月で復帰。戸崎啓太に乗り換わり、直線に入って先頭に立ち、集団から追い上げてきた、ブルドッグボス首差をつけ優勝した。前走と同じ舞台で行われた JBC スプリントは、 流れに乗れず発着と凡退。境に安城が戻ったカペラステークスは、後一位相から直線で逃げるダンシングプリンスとの叩き合いを制すと、ゴール前で大外から強襲したレッドルゼルの猛追をしのいで重傷3勝目を挙げた。以下の内容は、ヤビスサーチよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。